2020年から訪れていない。2年ぶりのハウステンボスをリポートします。所在地は長崎県佐世保市ハウステンボス町。昼間は西九州新幹線のイベントで長崎駅周辺を航空自衛隊のブルーインパルスが飛行した。曇り時々雨の状況だったが無事飛んでくれた。再入園用のマーカーを手の甲につけてもらい、再入園の時にチケットとマーカーのチェックを受ける。日中は午後3時くらいから雨が強くなり、パレードなどが中止になったので、一度ホテルに帰り休憩した。日が落ちて夕凪の時間帯が心地いい。空が赤く染まり出した。フラワーロードを通りアトラクションタウンに行く。HIS は8月30日にハウステンボスを香港拠点の投資ファンド PAGK の特別目的会社に売却。テーマパークのハウステンボスの運営子会社の売却と1億円への減資を相次ぎ決めた。決算期末直前に臨時株主総会まで開いて減資する背景には、ハウステンボス売却で得られる利益を税務面でもフル活用しようとの思惑がある。売却のニュースが報道されて約1ヶ月、花とイルミネーションの街はどう変わったか見ていきます。2019年のハロウィンの時期は東南アジアの旅行客でにぎわっていた。コロナ禍で外国人観光客の姿は消えた。コロナ禍でかなりの屋台やテナントが消えている。オランダの街並みを再現し、テーマはヨーロッパ全体である。東京ディズニーリゾートの 1.5 倍の敷地面積で、単独テーマパークとして日本最大である。ドラマ、映画、CM などのロケ地としても使われている。佐世保市の町名にもなっており、所在地の住所は佐世保市ハウステンボス町 1-1 である。LED ライトが輝きを増してきた。イルミネーションの点灯が始まった。
アムステルダムシティに入る。アートガーデンに行きます。ドムトールンがある
タワーシティに行きます。イルミネーションを見ながら野外デッキで夕食を楽しんでいます。フォレストビラにあるジャックオーランタンの森まであと少し。ハーバーゲートを出てフォレストビラに行きます。ハーバータウンのオープンカフェもいい。帰りに食事をして帰ろう。ハロウィーンナイトショーを見ながら飲食ができるハロウィーンハウス。パレスハウステンボスの参道に数えきれないほどのジャックオーランタン。ジャックオーランタンが並ぶ道を昼間は結婚式のパレードが。ここがハロウィーンナイトウォークの会場だ。
ハロウィーンハウスで夕食にします。夕食をとり、ホテルに帰る途中にウォーターマジックを見、on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back, I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise, you can hate on that, I don't play both sides, doing me no cap, I'ma ride or die for my dreams on tap, I'ma fly real high, you ain't see me slack, no, it's not how you fall, it's how you get right back up, that's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff, I'm not the one, mess with me, come out with none, cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun, cause I got a full clip, put your name on it, but I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on. ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。